こんにちは、育休後コンサルタントの山口理恵です。今日は転勤制度はどうにかならないのですかというテーマでお話をしたいと思います。そもそも転勤って何のためにあったかというと、人材育成とか、それから組織の活性化という目的で、あったわけですよね。で、人材育成というのは例えばどういうことかというと、転勤をしないと昇格できない、で、ここのポストにいて、ここのポストにいて、ここのポストに行くと上に上がれるみたいな、どっか移動を経験してきた人が昇進できるといったような制度になっているというふうに思います。で、それが以前はですね、そんなに問題なくはなかったんだけれども、最近ではそのパートナーも仕事を持っているとすると、下手すると仕事を失うということになってしまうということですね。で、それはさすがに受け入れられないということで、転勤が難しくなるということで、問題がより顕在化してきているなというふうに思います。仕事と育児の両立、家庭との両立を無視した転勤の事例というのが、違法か適法かとは別として、そういったことがその受け入れられなくなっている社会的にですね、そういった現状に今あるのかなというふうに思います。で、今ね、言ったのが転勤の問題点ですね。で、転勤の有無とですね、職種の関係ということもちょっと話したいと思うんですけど、例えばその会社に入るときに総合職か一般職、男性はあまり総合職か一般職かで悩まないですよね。ほとんどの方が男性は総合職を選ぶ。ところが女性は総合職と一般職があると。で、一般職の女性も結構多いということで、例えば転勤をしたくない人が一般職を選ぶといったような流れが今まであったかと思います。それから総合職なんだけれども転勤をしない総合職、地域限定職のような、そういった職種が設けられている会社もあります。で、いろいろあるんですけれども、例えばもともと一般職と言われて入社した人が、一般職の廃止により総合職になるんだけれども、一般職だった人は地域限定総合職になるといったような、そういったことがいろいろな会社で行われています。で、転勤をするかしないかで職種が違うっていうことに対してはちょっと違和感を感じるんですよね。で、どういう違和感かというと、入社してから何年後に転勤があるかっていうのはそんなにはっきりはわからないですよね。で、わからないにもかかわらず、最初から総合職と一般職、もしくは全国転勤のある総合職と地域限定職で、最初から給料が差があるということが多いですよね。で、そもそも転勤をしていないのにもかかわらず、格差があるということ。そして、それをですね、例えばね、こういう話聞いたことがあるんですよ。総合職の人で、女性の人で、出産をした時に、会社から、あなたは転勤ができるんですかと。できないんだったら、地域限定総合職に転換してくださいと言われたそうです。で、それまで転勤がなくて、総合職で働いていて、で、他にも転勤がなくて総合職で働いている人がいる。そして、復帰した、育休を取って復帰した後に、転勤を言い渡されて断ったわけではないのに、子供を産んで復帰した時点で地域限定総合職に移りなさいと言われる。これなんかおかしくないですか？この転勤をする、受け入れた人に対して高くお給料を払うというかね、手当とか、そういったものを、実質的にお金がかかるので、そういったことについてお金を払う、余計に払うのは全然、問題ないんだけれども、まだ転勤するともしないともわからないうちから差があるということ。これは非常に問題があると思います。で、特に地域限定職と普通の総合職との間で、例えば1割もしくは2割の給料の差があるということも聞いているんですけれども、実際にはですね、例えば、いろんな地方にね、営業所があるような仕事を考えた時にね、その地域限定職の人は、女性が多いわけですけど、例えばね、ある人はですね、もともと総合職で入社したんです。だけど、ゆくゆく結婚して出産することが、視野に入ってきた時に、総合職のままだと転勤があるからといって、地域総合限定職に転換したそうなんです。そうするとですね、同じ仕事してるのに2割カットなんです。給料が。自分はその地域にずっといるわけですよね。で、そうするとね、一方、総合職の男性は他の地域から
来るわけです。何年かごとにね。で、その結果どうなるかというと、地域のことは彼女がよく知っている。地域限定総合職だからね。その地域のことはとてもよく知っている。一方で、他の地方から転勤してきた総合職の男性は、その地域のことをよく知らない。当然、そのよく知ってる彼女の方が、仕事でも中心になっていろんなことをやっていけるわけですよね。それなのに自分の方が給料が低いわけです。ここにどういう問題があるかっていうと、そもそもですね、地域限定総合職と総合職が同じ事業所の中で仕事をする場合、仕事の内容に差がないらしいんですよ。それなのに給料に差がある。これおかしいと思いませんか？で、こういったことがね、今まで起きてきました。それはなぜ起きてきたかというと、転勤の有無と職種を結びつけるからです。で、職種、例えば地域限定総合職、地域限定総合職っていう仕事の職種の存在自体が、おかしいといえばおかしいんですけどね。じゃあ、もうちょっとわかりやすい例で言うと、一般職と総合職があります。で、一般職と総合職も、実は結構仕事の種類がはっきり分かれてない部分がありますよね。でね、こういう話聞いたことある人もいると思うんですけど、その同じ学歴で同じような大学を出ていても、一般職を選ぶ人と総合職を選ぶ人がいて、それは能力で決められているのではなくて、本人が転勤を避けるために一般職を選んだりする。そうすると、職場に来た時に一般職の人の方が総合職の人よりも能力が高い。まあ能力って言うと漠然としてますので、例えば総合職は企画とか計画とかそういうものを立案する仕事が総合職だとすると、一般職の人の方がそういうスキルが高い人が存在してしまうわけですよ。そうなると、一般職と総合職では、やっぱり例えば、どこの職位まで昇格できるかとか、それから給与とかの差があるわけですけど、その差と能力との逆転現象が起きてしまって、これは非常にお互いに居心地が悪いし、なんとなく納得感が少なくなりますよね。こういった問題はなぜ起きているかというと、職種を転勤ができるかできないかで分けているからです。で、転勤ができるかできないかっていうのも、その入社の時に例えば決めるとして、その入社の時に決めたことが、その後ずっとその条件が続くとは全く限らないわけですよね。介護だって、一番多いのは50代から介護に入るケースが多いんですけれども、若年介護というのも無視できないぐらい結構多くの人が、そういった状況に陥っているわけです。ですから、例えば総合職で入っても親の介護をしなければならなくなって転勤ができなくなった。逆に自分は転勤をしたくなかったけれども、会社に入ってみたら転勤をしてみたくなったとか、海外に行って仕事をする機会が得られるのであればチャンスがあったりしたいとか、そういうふうに入社してから気持ちが変わる場合もあるんですよね。ですから、そういった転勤が実際に起きるか起きないかわからないときに、転勤の有無で職種の希望を取ってその通りにするということ自体が非常に無理があるような気がします。で、そういったことが今までは、起きていたわけです。最近の動きとしてね、どんな動きが出てるかというと、最初にも言いましたように、以前はですね、やっぱり専業主婦の家庭が多かったりしたこともあって、あまり大きな問題になってこなかった転勤の、家族がバラバラになるとか、それから、引っ越しをしなきゃいけないという問題について、より、それによって困る家庭が増えてきたことによって、その転勤をですね、会社に対して本当に転勤が必要な場合に限って行ってくださいね、みたいな、そういう厚生労働省のガイドラインが2017年に出ています。で、具体的にどういうことかというと、その転勤による人材育成とか組織の活性化という効果と、それから働いている人の個人の生活のところのバランスをうまくとって、不要不急というかね、必要のない転勤は避けるようにというようなガイドラインです。で、これに対してですね、実際企業もやはり問題をね、感じてきている。転勤離職なんていうことが起きてくると、優秀な人材が転勤ができないために離職してしまうというのは企業にとっても損失ですよね。で、そういったことを受けてですね、望まない転勤をなくした企業があります。これは
ある保険会社さんなんですけれども、どういうふうにしたかというと、転勤をしてもいい社員と、転勤を望まない社員と、希望を聞いてですね、転勤を望まない社員に対しては、どこの地域での中であなたは働きたいですかという希望を出してもらって、その地域から外に出ないような形にしたそうです。で、もちろん望む人はですね、転勤を望む人は転勤をしてもらうわけなんですけれども、望まない人がいて、で、その会社がね、全国展開してますよね。で、いろんなその地域の人数のバランスとか、いろいろなものがあった時に、転勤を望む人をこう移動させることで全体の人員の割り付けなどを決めるというような、そういうふうな考え方にしました。で、画期的なのは、給与とかその待遇を同じにしたことです。地域を希望を出した人と動いてもいいですよという人に対して同じ待遇にした。そして動く人、転勤をする人、引っ越しをする人、その人に対してはその手当を出すようにしたということです。ですから転勤してない時点では給料は同じということですね。最初の方で説明した地域限定社員や一般職の人は最初から差がつけられているというのよりはよほどリーズナブルですよね。で、実際動く人は動くことによっていろいろな余計な費用がかかったり負担があったりするのでそこは払うよということです。それだったら動く人もそこを払ってもらえるんだったら自分はむしろ動きたいのでいろんなところを経験したいので動きますということで動いてもらえるわけですね。で、そういったやり方をした会社があります。これは非常に画期的で、この会社はですね、新卒の応募が10倍に増えたそうです。で、その会社の人はね、この制度のせいで10倍増えたかどうかは分かりませんというふうに言ってますけれども、実際問題として新卒の希望者が10倍になったということは結構大きいですよね。で、そういった事例が出てきました。それから別の会社ではですね、単身赴任を減らすということに取り組んでいる会社があります。これはどうやって減らすかというと、今すでに単身赴任をしている人に対して在宅勤務をすることで、その遠くの事業所の仕事を引っ越さないで自分の住んでいるところから行うという、そういうやり方です。で、これは、コロナ禍でですね、在宅勤務が普通になってきたことによって、そういう方向に一気に、倒した会社もいくつか出てきています。で、在宅勤務を基本にする会社とか、それから、単身赴任を在宅勤務を使うことによって減らすとか、そういった企業はいくつか出てきていて、これからもそういった企業が増えてくるのではないかなというふうに思います。それでね、でも自分の会社はまだそういうふうになってないよという人もたくさんいると思うんですよね。で、自分がもしくはパートナーが転勤をするという職種だという人はどういうふうに考えたらいいかということを少しお話したいと思います。で、まずですね、転勤をしたい。例えば海外に行きたいとか、あといろんな地方でいろんな経験をしたいという人はすればいいと思います。全然そういう希望があって自分も家族もそういうふうにしたいという人はいいと思います。で、例えばですね、こういう、最近こういう話を聞いたんですけれども、海外の事業所にを希望する人が最近少ないんだけれども、私は行きたいので、家族を連れてぜひ行きたいので、希望を出しましたという方がいました。この人はお子さんいるんだけれども、家族を連れて行きたいということで、希望を出したら、会社の方から、最近は希望をする人が少ないので、もしかしたら行ってもらうかもしれませんと言われたということ。ですから転勤したい方はね、全然それを、そういう希望を出しておけばいいと思います。逆に転勤がちょっと難しい状況であるという人はですね、自分が今転勤をする職種であったとしても、まずは会社に言ってみてください。今までは転勤をしてもいいと思っていたんだけれども、こういう状況になったので、ここ何年間かは転勤をしたくないとか、それから引っ越しを伴う転勤は難しいとか、そういった表明をしていいと思います。で、さっきも言いましたけれども、厚労省のガイドラインが2017年に出ていますので、企業はそこを意識していると思います。で、皆さんの会社がまだ転勤をなくしますよとか、望まない転勤は無理強いしませんよとかいうことを表明していなかったとしても、個別のケースで転勤が難しいといった人に対して配慮するということは十分考えられますので、自分は転勤ができる職種である。だけど、ちょっと状況によって転勤がしにくいっていう人は
ですね、その職種を変えなくちゃいけないんじゃないかと思わなくていいです。もしかすると、その転勤をするかしないかで給料が違うという今の制度が今後なくなっていく可能性がありますので、今わざわざですね、給料とかそういう待遇が悪くなるけれども、転勤ができないからそっちに転換するというようなことは、会社からそう しなさいと言われるまではですね、ちょっとそこまではしなくていいと思います。で、転勤が難しいという表明はしといてもいいんだけど、職種転換までは考えなくていいかなと思いますね。そこは様子を見ながらですね、将来転勤があるかもしれないという人は、まず希望は伝えておいた方がいいかなというふうに思います。そしてですね、もしね、もし仮の2の話なんですけれども、やっぱりあなたは総合職でしょう。で、転勤するのが当然ですよ、みたいなことを、ちょっと強く言われて、そこに対して、なんかこういうことを言われるようだったら、この職場で働くのはどうしようかなと、今後あんまりこうなんか目をつけられたみたいな感じで嫌だなということがありそうな人はですね、転職をする可能性も視野に入れといてもいいかもしれません。例えば、自分の今住んでるところから通えるところにしか事業所がない会社であるとか、それから転勤を強いられない会社とか、そういう会社に転職をする可能性というのも考えておいてもいいかもしれません。そのためには自分自身が市場価値が高くないといけないので、自分の人材としての価値を高めておく工夫というのは必要かなと思います。それからパートナーが転勤するかもしれない、自分は転勤はないんだけどパートナーの転勤があり得るという方もですね、パートナーに転勤を希望しないということを会社に伝えることはできないのということで、ちょっと相談してみるといいかもしれません。そしてパートナーが転勤になった時に自分が移動できるかどうかということも考えてみてもいいかもしれません。私がもともと勤めていた会社は全国にいろんなところに拠点があって、私の知ってる人はですね、パートナーが首都圏から東海地区に転勤になる時に自分も東海地区の事業所に希望を出してみたそうです。そうしたら通ったんですね、社内で移動が。ですから自分の会社もパートナーの会社との転勤先と同じところに事業所があるという人はですね、そういった可能性も考えておいてもいいかもしれません。で、そういう事例があるのかどうか会社に聞いてみてもいいかもしれませんね。で、いずれにしても将来転勤があるかもしれないという人はですね、転勤に関する労働者のメリットが今後少し大きくなってくる。逆に会社があんまり転勤を無理にさせられない状況になってきているので、今まだ事例が出てないと、将来転勤があるかもしれないという人は、あまり心配しすぎないということも大事かもしれません。あまり心配しすぎないんだけど、いざ事例が出たらどうするっていうことは、夫婦の間でよく話し合っておくということ。そして人材の、自分の価値を高めることで、いざとなったら転職もありということもね、考える。そして、在宅勤務で転勤を避けて事例を受けることができるかどうかっていう可能性もね、考えて、在宅勤務ができる。在宅勤務で仕事の効率を上げるための工夫というのも今からしておくのもいいことかもしれません。そして、いや将来じゃないと、もう事例が出るんだと、出ることが分かっている、何ヶ月先に出そうだ、もう出ているという方はですね、今ね、今事例がもう出てるのであれば、今の現状の自分たちの生活がその転勤を受け入れられるのかっていうことをきちんと考えて、で事例を断ることができるかどうかで、断ることができるのであれば断るというのも一つやってみてもいいかもしれません。で、断った上で不利益がね、あるのかないのかもあるんですけれども、そこもきちんと見極めながら、会社の方とよく相談しながらね、この事例を今受けなくて何年か先に、転勤ができる状況になったらですね、またするんですけどっていうことで、その転勤をですね、断ることができるのかどうかをきちんと相談してみる。で、断ることができないのであれば、現実的な解を考えるということです。で、先ほども言いましたけれども、自分が事例が出てパートナーが移動できるかどうかですね。で、パートナーが自分が転勤して、転居するとなるとパートナーが職を失ってしまうということであれば、それも含めて会社と交渉してみることが必要かなと思います。もしくは保育園にせっかく入れたばっかりだと、もしくは学校に入ったばっかりだということでですね、お子さんの教育環境の問題からも、この転勤は無理なんだということがあればですね、そこを含めて交渉してみる。で、場合によっては、受け入れざるを得なくて、
転職、転勤する、もしくは、転職をするという、そういう、可能性も、含めてですね、よく夫婦で相談してみるといいと思います。で、パートナーに転勤事例が出た時に自分がどうするかということについてもですね、まあ、自分の、キャリアも考えてですね、ついていく、ついていかない、パートナーに何としてでも転勤を断ってもらう、パートナーに転職してもらうということ。それから自分が例えば仮に転職を考えていたのであれば、そのタイミングで転職をするというのもありかもしれませんけれども、その自分のタイミングじゃないのに、無理やり辞めてっていうことになると、その先のキャリアを続けるのが非常に難しくなりますので、よく考えた方がいいかなと思います。まあ、限られた職種ですけれども、地方銀行なんかは、地方銀行同士で、転勤の時に、地方銀行の人が地方銀行のに 転職するということをしやすくしている。地方銀行の、同士の連合の組織があって、そこの加盟している地方銀行同士だと転職がしやすいというシステムが作られています。で、そういったような、業種でしたらね、そういうことも可能かもしれませんし、あと、同じ職種で比較的仕事を見つけるのが、そんなに難しくないという方はですね、転職をしてもいいかもしれません。それから海外の場合ですけれども、海外はですね、会社によっては、配偶者が海外に赴任になった時に、配偶者の海外赴任の帯同制度というのがあって、帯同というのは帯に同じって書きますね、帯同。帯同が可能なことになっている会社があります。その場合は、決まった年数ですね、2年とか3年間は海外に行って、で、元の会社に戻ってこれるという制度です。で、そういった制度を使って海外に行くっていうのも、行ってみたいということであれば、お子さん連れて海外の生活を経験するというのも、一つ選択肢としてはありかなと思います。もしくは、再雇用制度という制度がある会社であれば、再雇用制度に登録して一回退職するんですね。一回退職して、そして何年か後にもう一回再雇用制度を使って入社するということがしやすい。そういった再雇用制度がある会社もありますので、そういったものがどんな制度があるのかを調べてですね、家族にとってベストな方法を選ぶといいと思います。何度も言っていますけれども、以前のように転勤を断ったらもうおしまいだというような社会の情勢ではなくなっていますので、希望がどこまで聞いてもらえるかということを、事例が出た方も、パートナー側も、それぞれの職場とよく相談してみてですね、使える制度を使って、ベストな方法で仕事を続ける、キャリアを続けるということを選択していただければと思います。今日は、転勤制度はどうにかならないのですかというテーマでお話ししました。このチャンネルでは仕事と育児の両立に関する情報を提供していきます。この動画が気に入ったらチャンネル登録および高評価ボタンのクリックをお願いします。ではまた次の動画をお楽しみに。